グランタ文字は、西暦5世紀頃に、南インドで生まれ、現在に至るまで用いられている文字である。その形態は、歴史的に大きく変遷を重ねてきたが、タミル・ナードを中心とする地域でサンスクリットを表記するのに使用されてきたという一貫性により、そのいずれの時代の文字も、グランタと称されている。文字系統は、初代カリンガイコールタイプあたりから派生し、 玄関長文字の原書体とほぼ同じ流れを持っている。5世紀以降の長羅町とパンディア町の碑文に現れる。7から8世紀に流星となったパッダバ町時代になると、同国の海上夕日に伴って、パッダバグランタ文字は東南アジアにも伝わった。東南アジアにおける古い碑文はみなこのグランタ文字で書かれている。7世紀後半から時代がやや変化し、 中世グランタ文字となった。また、行書体が現れた。旧から14世紀の長羅町時代の文字は、カトキグランタ文字で、長羅文字とも言う。14世紀頃から、近代グランタ文字が発達し、17世紀頃から2つの書体が生まれた。主として、タンジャーブール地方の仏教徒が用いる方形グランタ文字、マドラスアルコット地方のジャイナ教徒が用いる円形、グランタ文字である。 グランタ文字は現在でも南インドの一部で書者のために用いられており、その形は共に発達してきたタミル語の円形文字から発展したタミル文字とも多くの共通点を持つ。基本結合文字ボインアザボイン記号、K の新印字を大事にした場合、マラヤーラム文字、シンハラ文字、タミル文字との字型の比較は以下の通り、ありがとうございます。